これすごいね。結構やばくないですか。っていうかよく呼べたね。やるときはやるな。ちゃんと呼んでるよね。ちゃんとしてますね。もうおお。全然追い抜いてますよね。いろんなありがたやー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 っていうかてめえらマジやれよっていうのいやすごくない？このメンツありがとうございます。いややる気にさせるもんがあるよね。ありがとうございます。やってやるぜって感じですよね。やってやるぜ。これでもピアノ調律大丈夫？これそれすごいそれ心配で最後の方ただの単なる箱になっちゃうかと思ったけど、ピアノが箱の形すらしてないかもしれない。最後もう菅大郎この7日目なんか燃え尽きようとして山下さんみたいにピアノ燃やす可能性があるから。ピアノ大炎上とか。これですね。シビットいるしさ。はい。シビットさんはね出ていただきました。いやこれやばいんじゃないですか。これは素晴らしいと思いますよ。っていうねよくやったね。これね集めましたよ。ターン50にしか入れないよね。そうです。本当ですよね。クワトロでいい。それがクワトロでいい。クワトロでいい。本当に200に入るところでやる箱をここでやるんでしょ。そうです。お前ら見に来いよ。お願いします。お願いします。お願いします。だって本当すごいよこれ。何予約いっぱい？まだねあります。七尾旅人さんが売り切れた。売り切れってあるの？今予約でも入らねえだろっていう話で、でも空中に浮いてる私浮いてていいですっていう人もそれは魂はもいい方は物理的にみたいなんで SF 的なもん SF 的なものとして物理的にはちょっと無理なんでね。その人は転がしといて上にいるとかピラミッドみたいな感じで肉団子やっぱダメか。50でしょこれだったら。いやでもそれはでもね57やるとか入ったら素晴らしいし、そのくらいの価値はあるでしょ菅さんだったら。ありますあります。で絶対間違いないですしね。いや当たり前じゃん。これさ見に来ない人バカだと思うんだけど、前日ぜひ皆さん来てください。とにかく2日2、3日はね来てほしいよね。そうですね。というよりも単にライブがあるっていうことで菅大郎がここでやってるっていうのも含めてライブっていうのはあんだよっていうのはちゃんと捕まえてほしいもんですが、これはでもまあ本当にはっきりやってることですけどね。でもよくやってるよね。皆さんぜひぜひお越しください。お願いします。見てる3人ぐらいの人来てください。3万人のこっちももうセブンデイズももちろんなんで。最高ですよ。